鉄道国際協力機構は世界各国の政府及び鉄道事業者によって組織される国際機関の一つ。略称はアシュド、アスド、アジアド。本部はワルシャワ。1956年6月28日にソフィアで開かれた東側諸国の鉄道運輸省会議で東側の鉄道事業に関する国際機関として機構の設立を決め、 翌1957年9月1日に発足した。西側諸国が中心の国際鉄道連合に対し、ソビエト連邦をはじめとする東側諸国の鉄道所管官庁と鉄道事業体で発足した。発足当初の加盟国は経済総合援助会議加盟の12カ国。後、キューバが加盟して13カ国となった。1992年以降、 東欧の民主化でロシアから分離独立した各国が新たに加盟。1997年にはイランが、2018年には韓国が加盟し、現在は閣僚級会議に29カ国、一般理事会二27鉄道事業体が加盟している。鉄道事業者のみで構成する UIC と異なり、加盟各国政府の鉄道運輸所管閣僚で構成する 閣僚級会議と鉄道事業体で構成する一般理事会で構成される。閣僚級会議は機構の最高決定機関として機構の政策を協議し実務レベルの調整を一般理事会が所管している。このほか東側諸国と路線がつながっているフィンランド及びギリシャ、UIC 本部国のフランス、旧東ドイツ国鉄が加盟していた。 ドイツなど6カ国の6鉄道事業体がオブザーバーとして、また電気、車両メーカー、国際列車運行会社など民間企業35社が企業会員としてそれぞれ参加している。ソ連及び中国を介した東欧圏及びアジア圏の社会主義諸国の国際鉄道輸送の調整を主な機能とし、欧州アジア間の旅客輸送、 貨物輸送及び車両仕様の連携について、加盟国間の合意を結んでいるほか、国際間のダイヤや車両運用の調整に当たっている。また、加盟国すべての鉄道信号方式をアッシュの方式で統一したほか、東側諸国の客車の国際標準規格も制定した。1990年代以降、西側諸国の先進鉄道技術を東側に移入して、 各国鉄道の近代化を促進した。現在は UIC や民間企業と連携して、欧州アジア間の国際貨物鉄道輸送ルートの確立、新しい座席予約システムなどの旅客情報システム開発などに力を入れている。加盟国数は UIC に比べ大幅に少ないものの27。 各国の路線総延長は296,548キロで世界の全鉄道路線の約3分の1を占めている。チェコ、スロバキアなど第二次世界大戦前から UIC に加盟していた一部の国を除き、ほとんどの国が1990年代以降 UIC にも加盟している。2018年南北分断路線の再連結を視野に入れた韓国がアシュドに加盟した。 アシュド企画客車標準企用客車企画のアシュド B 形は、ドイツ国営鉄道が1962年に開発したバッファー長貫24.5メートル、ゲルリッツ V 型台車使用の新世代客車を基本に策定されたもので、1968年にはアシュド B をベースに UIC 企画に準拠した設計に改めたアシュド I 形客車が登場した。 車両は、東独の人民所有外シャバウゼン車両製造と、人民所有外シャゲルリッツ車両製造で申請され、東欧圏のアシュド加盟国に供給された。アシュド Y 型客車は、アシュド B に比べ深いカーブの特徴的な屋根を持ち、現在も、旧東欧圏を中心に、主力客車として活躍している。国際列車のユーロシティ用などとして、西側諸国の水準に合わせて、 リニューアルや高速化工事を施された車両も少なくない。また用途廃止後売却され、アフリカなど発展途上国の鉄道事業者で使用されている車両もある。ありがとうございます。